皆様、尺八演奏家藤原道山です。風雅竹院ラジオ第7回目となります。さて、今回も2019年10月22日神奈川県の横浜能楽堂での公演からお話ししていきたいと思います。さて、出演メンバー早速ご紹介していきましょう。ではそれぞれ名前お願いします。はい、工藤です。村沢です。田辺です。芝です。長谷川です。風間です。笠原です。正野です。はい、このメンバーでお送りしてまいります。前回はコンサートの内容についてお届けしてまいりましたが、今回は本番の演奏以外の出来事についてお話しできればと思います。横浜能楽堂という能楽堂でのコンサートでしたが、楽屋口に入るとまず履物を脱ぎます。普通のコンサートホールではもちろん土足のまま入れるんですけども、この能楽堂はね、必ず、靴を脱がないといけないんですね。そしてホールの楽屋が畳敷きになってます。それからこれがとても大切なのですが、足袋を履かなくてはいけないんです。特に舞台は絶対に足袋なしでは上がれません。靴下もダメです。まあ、いろいろと意味はあるのですけども、神聖な舞台を汚してはならないということがまず大前提にあります。さて、今回は舞台裏のことをいろいろとお話ししてまいります。誰か思い出ありますか？田辺です。まあ楽屋がその畳だったということもあって、こうお部屋がずっとこう襖で仕切られてるんですけど、開ければ全部こうほとんどのお部屋がつながって一つの大きいお部屋みたいになるんですけど、メンバーが比較的多い割にはみんなこう一つの空間にまとまってたなっていう印象ありますね。やっぱり仲いいんだなと思ってなんかこうみんなでくっついてなんか話したり、あと先生が村沢くんの肩揉んだりとかそうでした、そうでした。ねありましたよね。すごい楽しかった。ありました、はい、こんな仲の良いメンバーですが、そういえばコンサート終了後、割とね我々打ち上げに行くこともあるんですが、この時、私がちょっとこの後用事があったので行けなかったんですけども、なんか自主的に打ち上げした人もいるみたいですね。そうなんですよ、はい、10代と20代前半というんですかね。はい、長谷川、風間、笠原、翔野の4人で、帰り、まあ、横浜能楽堂最寄り駅が桜木町駅なんですけれども、はい、一駅行った横浜駅で下車しまして、で、まあ、横浜といえば、まあ、ラーメンだろうということで、横浜駅の西口にあるラーメン屋さんに4人で入ったのを覚えてますね。で、まあ、各々、まあ、ソフトドリンクなりビールなりを頼んで、まあ、プチ打ち上げみたいな形でやりましたよね。はい、はい、ラーメンってところがね本番後の一杯が、ね、お酒じゃなくてラーメンっていう、ね、はい、いや、まあ、横浜で、まあ、ラーメンなんだね。そうですね、横浜って家系ラーメンっていうのが、まあ、有名で、まあ、家系ラーメンの発祥が一応、まあ、横浜っていうことになっているので、まあ、せっかくだったら横浜でラーメン食べて帰ろうかっていう、まあ、僕が言い出したんですけど、で後輩たちを、まあ、道連れにして結構食べたよね、あの時。はい、結構食べましたね。食べました。はい、でもあれですよね、その他のメンバーの方も確かグリーン車でもうお酒をあ確かそうなんか飲んで写真を送っていただいた記憶がありますよ。そう、今言われて思い出しましたね。あ、これ柴さん、私が話していいんですか？
どうぞいやそう、それあのその横浜までは確かあのラーメンチームと一緒だったんですけど、 そうですね、そっからあの柴さんは埼玉なので大宮まで電車で、僕は上野まで電車乗ってそっから新幹線で郡山に帰るって予定だったんですけど、あのもう飲みたかったのでグリーン車に乗りましょうって柴さんを誘って2人でグリーン車に乗ってで車内販売でお酒を買って、まあ2人で車内打ち上げみたいなことをしてたんですけど、横浜から上野だったんでそんなに時間があの長くなくて結構楽しくなっちゃって、僕もこのまま大宮まで行こうっていうことになってあの上野大宮間の特急券を無駄にしてですね、あの大宮までグリーン車で打ち上げしたということがありましてもうフルコースじゃないですか。いやでもかなり飲んだイメージありますね。結構あの、うん、いい感じになってましたね。そうですね、あのこの結構短い期間の中でどれぐらい飲めるかぐらいな感じで、もうなんか社内販売の人からお酒買うときにあのそれぞれお金を出すのが面倒くさいから、あじゃあ次は私が出すからみたいな、もう次がある前提で毎回酒を買うという、そんなことがありました。そうですね、はい、みんな本当仲いいよねさっきもね田辺さん言ってたけど、みんななんか一箇所に集まってなんか喋ってたりしてることがまあ多い本当にあのそんなメンバーでございますが、他にあります？笠原さん。はい、演奏の時の話になるんですけれども、あの先生が貫音をあのソロで吹かれていた時のあの舞台袖の時、みんなこう本番中すごいもう先生の演奏が素晴らしすぎて舞台袖でみんな正座で座って聞いていたなっていうのがなんかすごい印象に残っていて、じゃあ別にあの見えないから正座じゃなくてもよかったんだけどなこうみんな一列になってすごい、うん、あの聞き惚れていたのを思い出しました。そうでしたか。もうそれ誰か写真撮っておいてほしかったね、うん、あとはもうこれは一番思い出に残ってますけど、笠原さんのねお誕生日でみんなでお祝いしたのは非常に大きなイベントでしたね。そうでしたね実はこのイベントは秘密裏に笠原さん以外のメンバーで動いておりまして、前日でしたっけ？前日でした。前日でしたね。はい、前日うん、突然グループができてっていう。そうでした、うん。グループのタイトル忘れちゃいましたけど。え、フーガチクインサプライズだった気がしますよ。はい、ああ、そんなタイトルだっけ？はい。笠原さん以外のメンバーを LINE のグループに招待して、楽屋でサプライズで。ハッピーバースデートゥーユーを演奏しようということでね、アレンジをして楽を作ってみんなにまあ連絡して渡したんですよね、まあ、LINE でですけども、その時に楽譜には何のタイトルも入れずにですね作成して、楽屋では絶対に音出しをしないように達しを出しまして、念には念を入れましたね、え万が一これチラッとでも見られたらもう気づかれちゃうわけじゃないですかなんでそこまでしたかというと、以前大学のレッスン日が私の誕生日だったことがあって、その時にですね、サプライズをしてくれるというのに私気づいてしまったんですよ。なんと隣の部屋からですねこの曲を練習してるのが聞こえてきてしまうありましたそんなことでそれであー来るなーって で、 でいざサプライズが始まった時にまあね気づいたことを心に留めておけばよかったんですが、
聞こえたとバラしてしまったんですよね。まあ、ある意味サプライズの指導をしてしまいました。そういった経験の上、バレないように秘密裏で動いてたわけなんですが、サプライズにあった笠原さん、いかがでしたでしょうか。はい、全くそんなことが秘密裏に行われたていたとかもう全く気づかず、まずそもそも先生が私の誕生日をご存知でないと思っていたので、もうすごいびっくりして、人生でこう誕生日をサプライズでっていうのは初めてだったので、しかもそのハッピーバースデー風雅竹韻尺八アンサンブルバージョンっていうのがもう すごいもうすごいもう感動しました、本当に。はい、なんか突然2階に飲み物取ってきてとか言われて、なんで私そう、何なんだろうと思ってすごい本当に気づかなくて、そしなんか降りてきたらなんかガラッて扉を開けられて、皆さん尺八を構えてハッピーバースデーが始まってっていうので、すごいもう忘れられない最高の誕生日になりました。ありがとうございました。サプライズ大成功ということで、やっぱり成功するとこちらも嬉しいですよね。はい、はい、あ、村沢です。確かその朝先生がその某有名店のケーキを用意するのにちょっと遅れていらっしゃったんですよね。ああ、そう、それでなんか、うん、その手に下げてるケーキを絶対に見つかっちゃいけないって言って、なんかいかに笠原さんとすれ違わないように楽屋までたどり着くかっていうのをスタッフの方と一緒にこうなんかものすごい真剣にやってましたよね。はい、そうでしたね。スタッフとも連絡を取り合って、玄関先にね笠原さんがいないか確認をしてもらってやりましたね。実はこれも一度経験があるんですよ。あるコンサートが自分の誕生日だったことがあったんですけども、まあ、その時に会場のケータリングコーナーで飲み物を、ね、飲もうとして行った時に、隣にたまたま冷蔵庫があったんです。で、冷たいものあるかなって開けたらケーキの箱があったことがございまして、見てはいけないものを見てしまったなということで、ちょっと周りに人がいないことを確認しまして、何事もないように、まあ、閉じましてですね、振る舞ったこともありました。まあここまでバラしちゃうとメンバーの誕生日があるときに何か来るなと身構えてしまう方も、ね、いるかもしれないんで、なんなんですけども、このサプライズはもう二度とないかもしれないということで思っていてください。こんな形で演奏以外も楽しく過ごしているメンバーということで、横浜能楽堂での公演についてお届けしました。さて、ここからですね、前回から始まりましたコーナー、風雅竹韻質問箱。はい、皆様からのメッセージ、ご質問をお答えする新コーナーでございます。今回のメッセージをご紹介したいと思います。大学で習う尺八の授業はどんなことを習うのですか。音楽系大学出身の演奏家の方と、大学では音楽を専攻してない人との演奏とでどんな違いがあったり、大学に行かない分どんなことに気をつけて吹いたら合奏など楽しめるのでしょうか。おうち時間がたくさんになったおかげでいろんな動画勉強させていただいております。これからも楽しみにしております、ということで本当にありがとうございました。なんか演奏されてる方でしょうね、きっとね。はい、まあ基本的に皆さん、まあ音楽の大学を、行っておりますけども、ので、大学で選択してない人
との、違いっていうのもどうなんだろうなっていうところはありますけど、なんか違いってあるのかな、そういうこと感じたことある？どうなんですかね。感じたことないですね、うん、ないです。ないですよね、うん、うんうん、まあ授業は全然違うよね、うん、多分、うん、というか、あのみんな音大だからこれ答えようがないかもしれないんですけど、あの確かに他をね、他を知らないんで、柴さんとか、はい、あの尺八専攻じゃない分なんか、なんか思うこととかあるんじゃないかな、はい、思うこと、うん、そうですね、まあ私は副科っていうので尺八を選択してたので、専門で、ま、学んでる人が誰一人として周りにいなかったんですよ。で周りで尺八をその副科で取ってる人は何人かいたんですけれども、まあ本気でやっている人がいなかったので、なんかこう一緒にこう切磋琢磨するみたいな場面は一切なかったです。あの一人でやって、そう黙々とっていう感じだったので、それはちょっと寂しかったです。なので風が竹院のような感じでこう尺八奏者の人と一緒に何人かで演奏できる機会っていうのはすごい嬉しいですね。ああなるほどね、うんうんうん、はい、そう工藤君とかはあれ同級生3人だっけ？僕は1人いたんですけど、あそうだ2人だ、あ工藤君は、ね、はい、うん、あのでもあのまあ、通称竹部屋って呼ばれる約10畳ぐらいですかね、うん、のところに、まあ、先輩とか後輩みんな集まって敷き詰め合って練習して、お互いなんかそのテクニックとかそういうのを話し合えるっていう場では、まあ、最高の場だったのかなって思います。うんうんうん、なるほどなるほど。田辺さんは同級生何人いたんだっけ？結構多かったんじゃないあの頃って。いえ、まあそうな多いのかな、私を含めて3人です。受験者は多かったですね、うん、でまあまあ比較的こうだいたい一学年3人ずつぐらいは平均でだといたかもしれないですね、うんうんうん、あの何でしょうね、他の大学その音大を出てからとかっていうのとかは関係ないんですけど、竹部屋、さっきおっしゃった竹部屋のそのならではなんですけど、10畳ぐらいにかなりの人数がこういて、でその中でみんなが全力で音を出すっていう凄まじい音の中でなんか練習をするっていうのは鍛えられた記憶がありますね。すごいうるさかったから、なんか最初は慣れてなくて本当に確かに、うん、でもだから そんなにこう周りを気にしないでいられるっていう精神は身についたかもしれない結構メンタル鍛えられますよね鍛えられるね、突然先輩が現れたりとか緊張するんだよねそういえばそうだね、確かに誰が何やってようが、まあ、あの気にせず練習していたりもありましたけども、何か練習してとそれに合わせてきたりとかね、はい、そうですね、そうですね、これ合奏しようっていきなりあの練習中に言われたりとかそういうのも結構ありましたね、うん、思い出しますね、うん、確かに、うんうんうん、村沢くんはあれだよね、あの芸大は琴で行きましたけど、はい、はいはい、そういった意味で尺八の合奏っていうのはその芸大時代はあんまりなかったのかな。そうですね、ただの僕がその尺八吹けるってことは周りから認識されてたので、あの例えばの合奏研究っていう授業があったんですけど、うん、
それはお琴の人も尺八の人も打楽器の人も、まあ、三味線の人もいたりするんですけど、そういういろんな楽器を使った邦楽アンサンブルの作品をみんなで勉強するという授業があって、その何かって尺八の人が足りない時とか僕吹いたりしてました。おお、そうだったんだ。はい、あと竹部屋っていうさっきから話が出てるその尺八専攻の人たちの部屋に遊びに行ったりするとやっぱりこれ吹いてとかって言われたこともありましたね。なのですごいそういう意味でも専攻ではないですけど、そういう交流を待って僕はすごい楽しかったです。なるほどね、うん、まあ、ちょっと何の専攻か分かんないよね、村沢くんはね、もしかしたらね。そうですね。そんな部分があるかもしれないですけど、はい、まあ他何かあります？そんな感じですかね、うん、大丈夫？この質問が難しいですよね。そうなんですよね、うんうん、大学に行かない分どんなことに気をつけてか。そうですよね。あ、でも、まあ、大学だから、うん、まあ、あ、ごめんね、あ、どうじゃ、うん、道場だって、長谷川くん。あ、はい、長谷川です。多分その音楽大学とそうでない大学の違いっていうのはやっぱりその自動的にその入ってくる音楽だったり、まあ、ものっていうのがやっぱり音楽大学の場合は多いんじゃないかなって思うんですよね。まあ、先ほどのその竹部屋でのことを例に挙げると、やっぱりその大人数がこう同時多発的に吹いてることでいろんな曲をこう耳にしますし、やっぱりこう先輩からこう吹いてみようよなんて言って、でそれで新たな曲を知るっていうのがあると思うんですけども、そうでない、まあ、一般大学って言えばいいんですかね、一般大学の場合は割となんかこう、まあ、能動的にというかこう音楽を探しないでいくっていうのがあるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、もちろん音楽大学の場合もそうだと思うんですけど、ですかね、はい、うん、まあ、その気をつけるべきところっていうのになんかいい回答っていうのが難しいですけど、ハングリー精神を持っていろんなところにアンテナを張るっていう、そういったところが大事なのかなと思ったりするんですけど、うん、そうね、あと、まあ、音楽に関する勉強っていうのがまあ、専門的なものがあるので我々の場合はね、うん、うん、例えばソルフェジュであったりとか、まあ、音楽学、まあ、歴史とかも含めてですけど、そういう専門的な知識っていうのを、得ることっていうのはやっぱり大きいと思うので、まあ、それはね、まあ、本当に個人的にも後々勉強して、まあ、知ることもできると思いますし、どんどんそういう、まあ、音楽のことで、そこの自分のやってる音を出してるものの周りにあるものっていうのをもっと大事にしていくとことで、また音楽っていうのはどんどん深まっていくんじゃないかなって、まあ、そんな気はするんですけどね。うん、まあ、そんなところを気をつけてというか、まあ、楽しくやっていただけるとまたさらに、面白くなっていくんじゃないかななんていうふうにも、思ったりもします。はい、また、こういうですね、質問いろいろとお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。また他にもですね、風雅竹院公演のご感想などもお待ちしております。コメント欄や SNS にメンバーに聞いてみたいことなど、もうどんどんどしどしお願いしたいと思います。チャンネル登録やいいねもお願いします。それでは改めまして、今回の出演は、それぞれじゃ自己紹介お願いします。工藤でした。村沢でした。田辺でした。芝でした。長谷川でした。風間でした。笠原でした。ショーノでした。藤原道山でした。次回もお楽しみに。